どうも、皆さんこんにちは。ボルターチャンネルのボルターです。今回は青鬼オンラインをやっていきたいと思います。それでは行きましょう。さあ、まだこの新しいスキンは何も出てないので残念ですが、今回出せると嬉しいですね。裏ステージもまだクリアできてないのでなかなか難しいですが、頑張っていきたいと思います。ではランダムマッチングへ。お、今回もまあまあレベルが高い人が多いですね。頑張っていきたいと思います。さあ、始まりました。おっと、いきなり招き猫を持っている人がいますね。ここはまあまあ得意ですかね。ここは上の方がいいですかね。ここが結構俺が逃げるのにはだいぶ得意な配置ですかね。ほっ、よし、いきなりガスモス、ローラースケート、上々のスタート。ここの配置で、青逃げしましょう。さあ、ゴリラも狙っていきたいので頑張っていきましょう。出します。悪くはない。青銭はあまりいらないですね。1枚じゃ、全然ガチ引けるまでにはたまらないので。おっと、いきなり青に、それは赤になる。いきなり青に赤になる。これしかもロックオンされてますね。逃げろ。危ない。いきなりあれはダメだろ、どう考えても。急に出てきたバグだろ、どう考えても。いや、振動したなと思ったんですけど。下から青切れ来てますね。ちょっとここにも入れないかもしれないですね、これは。来るか、こっちに来るか、来ないか。青ゼミ1。ちょっとこれはまずい。やばい。これまずいっすね。危ない。ダブルはきついだろ、レア鬼とシジャー鬼は。ダブルは危なすぎだろ、どう考えても。危なかったですね。なんとか負けました。いただきます。まだまだ結構生き残ってますね。まだ30人ぐらいいます。君はやられてんの？やられてはないようだ。でも青切り切ってるからきついですね、これは。隣の部屋の方がいいんですかね、これは。ここはちょっと青切りまみれで生き残れないかもしれないですね。うわっと、切っちゃいましたか。それだとちょっときついですね。これはちょっとまずいですね。ちょっとこれは非常にちょっとまずい状況ですね。これ逃げられなくなるのでまずいですね。ガスマスク持ってなくね。いや、これ積んだかもしれないですね。ガスマスク、
だけどちょっとねこれ厳しいですね。あと3人やられるの。あーこれはちょっとね厳しいですかね。残り15秒ね、あと2人がやられてくれないと青鬼はちょっと、ね、厳しいですね。あと1人頼む。やられろ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 。しぶといやつがいるなー1人。あーこれはダメですかね。あー負けちゃいました。ダメですかね。一人しぶとい人がいましたね。そう、広告はちょっとうざいですね。まあ仕方ないです。さあ、いやー初戦結構いい逃げ方はできてたと思うんですけど、さあもう一戦いきましょう。裏ステージもやりたいのでね。ここのトラララララっていう人、なんか実況者の人な気がするけど、違う人かな。いやわかんないですけど、よく見る青鬼の実況者の人でこの名前の人がいるんですよ。でもちょっとレベルが多少高い人もいるなー。あーランクマスターいますね。これはちょっとまずい予感がします。お、ここはどこだ。あまり見覚えのないとこですね。お、いいところ。ここは、ここか。ここの真ん中のところですね。はいはいはい。ここもまあまあ逃げやすいですかね。さあ、ちょっと遅くなってますね。開幕遅くなって最悪やろ。さあ、まずはガスマス。ゴリラが出たら最高です。青銭、おう、でも10枚だから、まあまあいいっすね。でもできれば、ガスマスクが欲しいですよ。とりあえず、青逃げするには、ガスマスクが必要ですかね。おっとっとっと、ちょっとダメですね。よし。さあ、ここの宝箱を、ふっ。ドラスケ。悪くはないのですが、ガスマスクの方が欲しいです。おっとっとっと、青鬼がいますね。こっちか。あ、来ないですね。ガスマスクを、てか、ここ、虎のやつめっちゃ死んでますね。虎の、スキン使ってる人が 3.4 ですね。ちょっとガスマスク取れないですね。なかなか。どっか宝は残ってないですかと思ったら青逃げる。危ない、逃げろ。こっちは、こっちはまだ青切りは大丈夫そうですね。あーでもそこの宝も待ち伏せしてる人がいるから、ランクマスターの人ですね、これは。あ、意外と取れてない。ただガスマスクじゃない。ガスマスクが欲しいんですが、私は。ちょっとこれは。あー、あそこに死んでる人がいる。あの人から取りたい。あー、ちょっと待って、このランクマスターちょっとオーラ放ってんの。ガチ勢ですね、この人。オーラ放ってるやつの人にどっかく。やっぱりちょっと、ちょっと待って、お前、この道具を邪魔してやってる。ちょっとここでガスマスクを持ってないの、非常に、まずい。さあ、出ろ。ガスマスク出ろ。出ない。ちょっとまずいですね。終盤でこれはまずいですね。終盤でのこれはまずいです。自然ガスマスクを持ってない状況で終盤これはきついですね、かなり。あーこれは厳しいかな。ちょっと青人間は厳しいかもしれないですね。キャッ、さあ最後の最後できました。これはまだ分かりません。おっとまだこう青木に包まれていない。あーちょっと少ない。ギリギリまで逃げておきたかったんですけど、いやー、ロックオンされたー。逃げろ。ロックオンされてもたー。やべ。うわ、ちょっと待って、3体も行かなきゃいけない。ちょっと待って、気が持たないかもしれないです。なんとか耐えてか。マスタークラースは。あー、ダメでしたね、これは。終盤でやられちゃいましたね。さあ、もう一度行きましょう。広告が入るんですが、すいません。
ああ、ダメだったか。さあ、もう一度。青逃げするまでは終わりませんよ、最低でも。大仏で青逃げしますよ。さあ、次はどうだ？まあ、マスターの人はいないのかな？ SS かな？最大で。マスターの人がいっちゃうとかなり厳しいので。さあ、ここはどこだ？ああ、できれば俺逃げやすいところがあるんですけどね。ここはちょっと見覚えがないところですね。さあ、頑張ってほしい。ああ、ここか。ここか。ヒクキンさんがゴリラのスキンを出してたところですね。この下のところで。有名な。いやー、出ないかな。うわっと、いきなり青に危ない説。危ない危ない。急に出てきますからね。怖いですよね。ローラスケ？悪くはない。さあ、ゴリラよ来い。ガスマスク、悪くはない。キンさんはここでゴリラチキンを出してますからね。ワンチャンを狙っていきたいんですが。青に来るかな？来るかな？来ないかな？近くに乗り注意をしておきましょう。上に行った。さあ、ゴリラ欲しいのでゴリラも来い。ない。ゴリラ本当に出るのかよ、これ。おっと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 。下から大喜利来てるか？左から来てんのか？下から来てますね。こっちも逃げましょう。出します。おお、引けてる状態なので逃げましょう。危ない。上がった瞬間に青にはダメでしょう。しかもこれ多分俺が一本されてはないか。危ないな。もうゴリラゴリラゴリゴリラ、私に殺すわいな。下にいますね。下に重なっていますね。さあ、来い。アウトマジックは全員嬉しいですね。まあ、でも大仏は持ってるので、まあ、どっちかというと青銭3000枚ですかね。ガチャでまた新キャラのやつを当てるといいな。ファイヤーマン結構かっこいいので、欲しいですね。さあ、残り30人ぐらいですね。さあ、青銭さんが逃げましょう。え？取るの？あ、来た。ちょっとカクついてますね。あー、ちょっとまずいか、これ。青にがちょっとまずいっすね。結構残ってんなー、まだ。ちょっと動きがなんかちょっとおかしいっすね。ちょっと重くなってきたかもしれない。ここら辺が最終地点だな。その紋章あたりが、こっちに逃げておきましょう。やれろ、来るか、来ない。こっちに逃げとかないとまずいですね。やられろ。このゴリラの人かなり強いですね。あ、俺のガスマスク持っている。ガスマスク持っているんだ。ほら、俺のがブロスが長い。よし、よっしゃー、青逃げ成功です。これはガスマスクを持っていたので勝てましたね。最後の勝負です。やりました。来ました、裏ステージ、いきます。さあ、今回は裏逃げできるのか。まだ一応もできたことないのでかなり難しいですが、頑張りたいと思います。さあ、まずは真ん中にいたらまずいやつか。真ん中にいたら危なかったですね。あー、止まって、ダメでした。結局、いやー、難しいですね、なかなか。
なかなか難しいですね。さあもう一度行きましょう。まああと一回青逃げできて裏ステージを一回やれたらもう終わりましょうかね。それまでは頑張っていきたいと思います。レベル43、結構高い人がいますね。やる感じ。お、48、はい、あとはそこまで強い人はいないですかね。さあ頑張っていきましょう。いやーゴリラは出ないかな。ワンちゃんゴリラでもいいんですけどね。おっと、ここはまあ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 得意ですね。うん、そうですね。まずは宝箱。ああちょっとこのゴリラの野郎め、くそが。まあ、宝は取り合いなのでね、早いものがいっちゃうから仕方ないです。3、2、1、ほっ、ピエロに落ちそう。あー取られた、この野郎。あーこいつイラつく、こいつイラつく、あーこいつイラつく。お前倒す、絶対倒す、絶対倒す。次は俺取って、連続取り合う。これ出てきた。はい、来た。青玉かよ。もうお前には絶対挑戦。このリオってやつがちょっとイラつきますね。宝をお前ばっかりには取らせん。ふっ。ああ、これはちょっとダメかな。ああ、ダメですね。これ相手が上手かったですね。あーうぜえ、このリーモってやつも同じことぐらいやってますね。ここが2つ取れるから、まあ交互に取っていけばかなりアイテムがいいのが取れたりするんですよね。まあこれみんな考えてることは一緒だから仕方ないんですけど、青鬼が下にいますね。ほっ、青銭。あーこいつ、お前十分だろ取ったから、鬼に起こすよ。さあ、鬼が死ぬのに力をつけるだけではなくてもいいですね。ちょっと逃げる準備して。ローラースケートできればガスマスクも欲しいんだけど。このリーモとリオってやつ両方イラつきますね。この野郎。これか？ああ、打っちゃいますね。一瞬音が鳴ったので遊びましたが、これ横に取るの？あー来てます、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 来てますね、来てますね、来てますね、来てますね。はい、よその距離パスが、私が逃げるのが得意なのでぐるぐるできるから大体逃げるのね。なんで動かないの？あーやれちゃいましたね。はい、戻ります。あーちょっと待って、ここから入ったか。ほら青鬼がここ帰るから見にくい。まあ仕方ないですね。さあちょっと気分を変えてスキンを変えていきましょう。さあ何で行こうかな。じゃあ、おっと俺ピエロ持ってたんやん。そう、戦車使ったくないか、戦車にでもしていきますか。戦車タクローで行きましょう。ランダムマッチング。いやー青鬼オンラインはこの負けて終わるのが嫌だから、なんかやりたくなるんですよね。さあちょっと読み込みが長いですね。さあ今回はどうだ。お、そこまで強い人はいないのかな。だいぶレベルが低い人ばっかりですね。これは意外と勝てるかもしれないです。うん、これは俺が結構一番上の方になるのかな。
さあ、どうした？ 2、1、 スタート。さあ、ここはここは得意なところではないか。さあ、まずは宝、まずは宝あるの？ガスマスク、いいですね、オッケー。とりあえずガスマスクは取れたので、あ、当たっちゃいましたね。下に行きましょうかね、これは。あ、ここは上の方がいいか。ガスマスクはもう持ってたんでいらないですね。さあ、青ゼニジウム、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラスキンくださいって。なかなか出ないですね。確率が低い。確率低いですからね。いやー、生で飽きてるところをヒトピンさんの動画で見たので、あれはかなりやばかったですね。出るんやなと思って。実際に動画で見たのはヒトピンさんの動画が初めてだったので。さあ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 、今回はお逃げしますよ。ローラスケッツ、いいですね。さあ、はい、ガスマス、いやー悪くはないんですが、ゴリラが欲しいですね。1枚、1枚宝開けるんで、1枚割って渋いやん。1枚、いやーなかなか出ないですね。ゴリラワンチャン出ないかな。ゴリラが一番めんどくさいんですよね。あ、もう運ですからね、完全に。モアイはまあ実力があれ、まあ運も一緒ですけど、実力がある程度あれば手に入るレアスキンなので。あるんですけど、大仏ちゃんも、まあ大仏ちゃんは結構早めに当たったのであるんですけど、3回目だったかな、青玉の。おっと、青玉1個。なかなか出ないですね。と言ってる間にもう20人か。ガンガンやられていってますね。まだ青鬼と遭遇してないのですが、どこをうろついている。あー、来ましたね。あー、ちょっと待って、逃げられないで、逃げられないで、こっち。この国によってやつが追いかけられてますね。出しますけど、逃げろ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 。青鬼はどこから来てる？下から持ってきた。まあ、ここが、どうなんですかね。あー、青鬼来ましたね。ここだな、どう見ても見えてるだろうっていうところで気づかないですかね。俺は勝ちましたがね、あと2人、あと1人。さあ、どこにしぶとい人はいるのか分からないですが、あと1人どこかで生き残ってますね。今、オーケー、なのでここです。気分を変えて、スキンを変えて動いていきましたね。さあ、戦車で裏ステージへ、ゴー。これ難しいんですよね、裏ステージは。最初から端に行った方がいいのか、真ん中に行った方がいいのか、わからないですよね、これは。あ、これ端行ったんですね、これは。これは先に行った方がいいですね。行き過ぎちゃいました、やらかした。やっぱダメか。やっぱ裏ステージは苦手ですね。では今回は この辺りで動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れっす。